ズワボコネチャットブタラスカでございます。第1回骨折しながらウーバーエッツでいくら稼げるのか選手権、イエーイ。はい、というわけで僕ですね、ウーバーエッツ配達の仕事してるんですけれども、右肘を骨折いたしまして、しましたで、場所が悪かったのかな。右肘の場所骨折っていうのは、こう治った後も結構こう可動域に制限がかかりやすい、後遺症が残りやすい場所らしいんですよ。で、僕の場合もですね、結構こうこんな感じで、普通こうじゃないですか、こんな感じで、ただ万全の調子とは言えないわけです。つまりこれは骨折してる状態と一緒と考えてもいいでしょう。ギプスで固定しててもこんな感じだからね。ウーバーエッツ関係の動画、1日いくら稼げるのかやってみたみたいなのがいっぱいあるんですけれども、腕を怪我した状態、手負いの状態でいくら稼げるのかっていうことをやってる人は一人もいなかったんですよ。まあそりゃそうだわな。というわけで、この骨折してると言っても過言ではないこの状態で1日いくら稼げるのか、今回は検証していきたいと思います。ではいきましょう。先に言っておきますが、これはきちんともう先生から原付バイク乗ってもいいよっていう風に許可をいただいてやっておりますので、もし今同じ状況でウーバーイーツやろうかなって思ってる方がいらっしゃいましたら、無理しないようにしてください。まあでもウーバーイーツっていうのは本当にね、時間と場所を選ばずに稼げるっていうのが一番いいところなんですよ。僕もね、この腕を怪我して動かなかった時は、元々だった別の飲食のバイトで細かいお金稼いでたんですけれども、やっぱり時間拘束されずに稼げるっていうのはいいところなので、できるに越したことはないんですね。ただこういうのはダラダラやっても再現ないので、ちゃんと決めます。現在の時間がですね、9時57分、この辺のご飯屋さんが開き始めるのが大体朝10時からなんで、ちょうどいい時間でしょう。朝10時からで、夜は周りのお店が閉まり始める、9時ぐらいまでかな、9時ぐらいまでで、僕は仮にも怪我をしてる状況なので、あまりこう場所行ったり来たりはしません。基本的にこの近辺一帯のみ、そしてならない間はですね、絶対にお店の近くやお店の前でじっと待たない、ちゃんと走り回るか、あまりにもならなかった一旦家に戻ってきます。その3つの決まり事のもと、1日いくら稼げるのか、ガチでやったら1日いくら稼げるのかって、本当いろんな人がやってるので、本当に知りたい人はそっち見てください。あくまでもこの怪我をしてる僕のこのペースでいくら稼げるのかってことなので、多分うまくやればもっと稼げるんですよ。ただね、3ヶ月間休んでたブランクもあるので、3ヶ月の間にどんだけアプリとか配達状況が変わったのかっていう検証も兼ねてますから、やっていきましょう。はい、現在の時間が9時59分。はい、10時になりましたね。スタート。さあ、ここからどれだけ鳴るかが勝負の鍵ですね。朝って結構意外と注文鳴るんですよ。じゃあこのスタート出して切れるかどうかが、今日一日稼げるかどうかの分かれ目になりますので、待ちたいと思います。はい、というわけで今の時間がですね、10時43分なんですけど、こんだけ待って一回も鳴らないんですよ。というわけでちょっと場所を変えたいと思います。やっと一発目だよ。今の時間が1時12分。行ってきます。1件目は480円でした。こういう積み上がりの世界なんですよ。一軒当たり安いよ。ただいまの時刻は2時22分。あれからですね、まさかの一軒もならず、僕がいつも配達してるこの地元の5駅分ぐらいは沿線をこう一往復したんですけれども、その間にもならず、やばくないですかこれ。こんなにもならなかったっけ。外が晴れてて気持ちがいいのに全くならない。雨の日はものすごくなるんですけどね。というわけで今の往復でガソリン10キロ分ぐらいを無駄にしてしまったので、ここから先はここで編集でもしながらおとなしく待ちたいと思います。ただいまの時間が夜の7時半でございます。さあ、果たしてこの時間まで配達をしていたのか、はたまたこの時間になったのか、どちらでしょうか。一応時間は9時までって決めてるので、こっからどれぐらい巻き上げられるかが勝負の鍵になってくると思われます。はい、というわけで帰ってまいりました。帰ってまいりましたという報告でございます。さあ、早速結果発表いたしましょう。本日9月17日朝9時から夜10時まで粘りに粘って、果たしていくら稼げたのか。売上4925円。うわー、やったな、これやったな。あんまり面白くない金額。やるならなんか2000円とかが良かったな。僕はこの腕を折る前、ずっと全盛期でやってた去年なんかはですね、この辺一帯だけでも1日最高1万3、4000円ぐらい行ったことあるんですよ。しかも行きたくない店切ったりとか選んだりしてですよ。ただ今回は結構ね、もう選ばずなったらその片っ端から行ったわけですよ。行きたくないところとかにも行ったし、初めて行くお店なんかもあった。ただそれでもですよ、配達件数は10件で4925円ですので、でね、やってみて思ったことがいくつかあるんですけど、すごくならなくないっていうのをまず一つ思ったの。特にこの辺と実家どっちもですよ、お家の周りに細々とした飲食店があるんで結構鳴ってたんですよ。でそこら辺が鳴らなくても、遠くからバイクですら片道10分ぐらいかかるような駅からでも呼び出して10分とかで鳴ってたんだけど、それも鳴らなくなっちゃったし、マジで鳴んないの。これは結構だから配達員が飽和状態っていうことの表れなんですかね。そしてもう一つ疑問に思ったのが、あれこれ安くなった
もともと UberEats の配達1件あたりの単価高くはないんですよ。でもバイクって結構長距離運ばされる傾向にあって、で配達報酬もその配達の距離に応じて支払われるんで、バイクは1件あたりの単価ちょい高めなんですよ。600円とかで、ちょっと遠いと700円とかなんですけど、今回も1件あたり3キロ以上走ったんですよ。それでもなお1件終わった後に500円とか600円とかだったから、あれ前だったらこれ700円ぐらいいったんはずなんだけどな。2件同時ピックアップなんかでもやったらもう1000円近くとか1100円とかいったんだけど、700円とか800円とかだったから、あれちょっと下がった、なんか変わったかっていうのがありました。なので結構今回は10件ってやったら前だったら少なくとも5000円以上はいったはずなんですけどね。あとは多分これエリアとか日付の問題はあると思うんですけど、ブーストがかかってなかったの。ある中東京都内もっといっぱいブーストかかってたと思うんだけどなっていう。だから結構 UberEats の配達員増えてきてお金払えなくなってきたのかな。なんかね、配達員にこう有利に働くようなブーストとかそういったインセンティブがなんか減ったなっていう。なので前のような荒稼ぎできてた時代に比べると明らかに状況変わってるなと思ったんだけど、細かいことまでは分かりませんでした。なのでもしベテランでやってる方いたら教えてください。いやしかしすごいね、配達すればするほど何回動画出してもめちゃくちゃ言いたいこと出てくる。もう本当にね、運転が荒い人が多すぎ、マジで。俺もね、当たりそうになった。今日同じバッグ背負ってる自転車と、なんであんな急いでるのって思ったら、やっぱりブーストとかだよね、きっと。ブーストとかあとクエストだよね、何時までに何件みたいな。稼げるんだけど、こういう風に運転荒くなってしまうっていうことをの原因になるんだったら、多分この制度はない方がいいと思います。あと結構年齢層高めな方なんかもいらっしゃるわけで、なんでそういった人ってひげ剃ったりしないの、まあ、スネ毛、まあ、スネ毛とかはやっぱずっといいかもしれない、男の人だから。で短パンでスネ毛とかいいと思う、まあ、はいいんだけど、結構ひげが生えてる人とかでも開きなってボーっとかだったらまだもうあーってなるんだけど、こう武将ひげの人とか、あと髪の毛長い方、バンドやってるのかな、わかんないけどいると思うんですけど、こうバッサバサのままとか、せめてこうまとめるとかね、我々が運んでるのは飲食物なわけで、でそれをまあ最近はねドア越しに置いとくってことも多いかもしれないですけど、対面で手を出すこともあると思うんです。そういう時に、まあ、スーツ着るとは言わないですよ。でも白い T シャツ、白いシャツとかのパリッとした服装で、まあ、髪の毛もある程度の長さの人と、ちょっと汚い軽装の人でひげが生えてて髪が長い人から渡されるのは絶対パリッとした人の方がいいじゃないですか、印象的に。なんかね、ウーバーイーツこれもっと言った方がいいんじゃない、その運ぶ人の外見に関してはというふうに思ってしまわざるを得ない。これはだから僕は本当にそれを見てしまった以上、今後も多分白いボタンシャツとかでやると思うし、まあ寒くなってきたとしてもちゃんとそれなりに見えるジャケットとかダウンジャケットを着てやろうって心に決めました。なんか稼いだお金せめてもう少しだけ身だしなみに使ってほしいなと、たまに使う身としても思ってしまいましたね。そんな感じでございました。腕を折った状態で1日 UberEats で10時間以上オンラインにしていると稼げる金額は4925円でした。稼げませんね。というわけでまた次回の配達でお会いしましょう。バイバイ。